紅林幸太郎、坂本二世の成績。こちら紅林選手の成績、優秀な結果を残せています。ガチで坂本二世やろ。1位宮城に紅林という2019年新ドラフト。オリどんどん野手も出てくるな。めちゃくちゃ打率下がったな。守備うまいなら十分だろう。ケツ穴はこの打撃にそこそこうまい守備があるからな。ショートなんか十分やろ。坂本の2年目とほぼ同じ成績なんだよね。小園もショートじゃなくなりそうやし、代表のショート誰がやるんや。オリックスって野手育成は微妙よな。坂本みたいなショートなんてそう湧いてくるもんじゃないよな。4年目ショートなら十分。フリースインガっぽい。源田衰えると代表ショートいなくなるような OPS7 で守備まあまあ良いやつおるけ。打撃も守備も中途半端だろ。門脇みたいにどちらかに振り切れよ。なんか思ったよりだな。もっと打ってる印象あったわ。坂本どころか中野以下でしょ。去年までの中野に勝ってる要素ほとんどないやんけ。この成績は坂本というより若干ホームランが多い源田やろ。ご視聴ありがとうございました。